皆さん、こんにちは。今日の日本語ウォークの時間です。今日はこの踏切からスタートしたいと思います。私の動画、たくさんの踏切が出てきますね。そんなことは置いておいて、皆さん、日本で春に咲くものといったら何を思い浮かべますか？もちろん桜ですよね。今、右上に見えているのが桜です。桜の木です。桜は春になるとピンク色のとても綺麗な花を咲かせます。皆さんが住んでいる国には桜はありますか？夜に咲く桜を夜桜と言います。この時期になると多くの日本人はお花見をします。お花見は多くの人と食べ物を食べたりお酒を飲んだりしながら桜を見ることを言います。休日は主にお昼の時間帯にお花見がされることが多いです。しかし平日は皆さん仕事帰りに夜桜を楽しみます。皆さんの国にはお花見に似た文化はありますか？皆さんの国では何の花が綺麗ですか？ぜひコメント欄で教えてください。さて、桜を見たことですし、少し脇道にそれることにします。住宅街を歩いていきましょう。なんか空が明るいですね。東京はたくさんのビルや建物があるので、空が明るいことが多いです。そのため、あまり星を見ることができません。田舎に行かないとたくさんの星を見れません。ただ、明るいということは、夜の道も安全に歩けるということですから、いい面もありますよね。前にあるのは電柱です。このように日本では広告が貼ってある電柱がたくさんあります。私個人的には広告付きの電柱は景観を悪くすると思いますが、皆さんはどう思いますか？そういえば、前動画で東京には自然が少ないという話をしました。するとコメント欄で、でも東京の人たちは鉢に植物などを植えているよねと言っている方がいました。確かにそうですね。大きな自然はあまりないですが、今左に見えるように小さな面積に植物が植えられていることはよく見ます。やっぱり自然が少ない分、自分たちの手で自然を作り出そうとしているのかもしれませんね。東京では自然がない上に、このように地面がコンクリートで埋め尽くされています。さらに、もっと中心部に行くと多くの高層ビルがあります。このコンクリートや高層ビルは熱をたくさん吸収します。そのため、夏になるとヒートアイランド現象が起こって気温がものすごく上昇します。そのため、日本の夏はとっても暑いんです。それに加えて蒸し暑いんです。皆さんは夏に日本に来たことがありますか？来たことがある人はきっと驚いたでしょう。日本の夏はとっても暑いんですよ。私は日本の夏しか知らなかったのですが、ある年にヨーロッパに行った時に、夏でもカラッとしていてとても過ごしやすいということに驚きました。
東京の夏は室内にいる場合は冷房は絶対につけなくてはなりません。さもないと熱中症になってしまいます。日本では熱中症によって死亡してしまう人が毎年います。特に高齢者や子どもたちで多いです。だから日本の人たちは毎年夏になると水分補給を怠らないように気をつけます。あと塩分を摂取することも大切ですよ。少し明るい場所に来ましたね。右にファミリーマートが見えています。旗にタバコと書いてありますね。皆さんはタバコを吸いますか？日本では他の国と同じように年々タバコに対する規制が強まっています。私が子供の頃は道端で歩きながらタバコを吸っている人はたくさんいましたが、今は見かけません。私はタバコを吸わないので何も感じませんが、タバコを吸う人にとっては生きづらい世の中になってきています。皆さんは大麻を吸いますか？日本では大麻を所持することは違法です。日本で大麻を見ることはあまりありません。ただし海外から密輸するなどして不正に入手した大麻を使用している人は少なからずいます。特に芸能人が大麻を使用したりすると大きなニュースになります。あなたの住んでいる国では大麻は合法ですか？以前タイが大麻を合法化していてとても大きなニュースになりました。私は心配性なので大麻を吸ってみたいとは思いません。どうなっちゃうかわからないですからね。私はお酒は飲みますが、タバコを吸ったり大麻を吸ったりはしません。お酒も体に悪いんですけどね。実は日本人はアルコールに弱い民族です。他の国と比べてアルコールを分解する能力が低いらしいです。なのであなたの日本人の友達があまりお酒を飲めなくても不思議な目で見ないでください。日本人はみんなお酒に弱いんです。ただ私はお酒に強い人が羨ましいです。だって一度にたくさんの種類のお酒が飲めるということですからね。日本ではアルハラという言葉があります。皆さんは知っていますか？アルハラはアルコールハラスメントの略称です。会社などで上司が部下に対してお酒を飲むように強いることです。このアルハラは少し前まで横行していました。しかし最近はアルハラは問題視され始めていて、現在健全な企業であればアルハラはありません。その他にもセクハラやパワハラなど、日本にはなんとかハラスメントという言葉がたくさんあります。他のものが気になった人はぜひ調べてみてください。向こう側に駅があるので何人か人が歩いていますね。さっきまでの人通りの量と比べたら多いです。車も走っていますね。今日の日本語ウォーク、これで終わりたいと思います。今日は静かな住宅街を歩いてみました。次回の日本語ウォークも楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。